はい、どうもトミです。さあ今回はですねランチ動画をお届けしていきたいと思います。すでにね私はお店の前にやってきてるんですけども、映ってますかねこちら、鈴木さんというラーメン屋さん、以前、この先にあります伊勢屋さんという和菓子屋さんを訪れた時にこちらのお店の前を通りがかりまして、めちゃくちゃうまそうだなと、そんなお話をしてたらですねコメントなどにも鈴木さんおすすめですよというのは結構来ましたので、今回念願かなっての鈴木さん訪問でございます。はい、ではこちらですね、鈴木さん。魚骨ラーメンというパワーワードがすごい気になりました。そしてね、あの時はこのサンマ混ぜそばというのが気になったので、ちょっと今日はこれを目当てで行きたいなと思います。すいません、お邪魔します。さあ無事に食券機にたどり着いたところで、迷うことなくサンマ混ぜそばをチョイス。買いました。店内はカウンター席のみで行き届いている感じが伝わります。壁にはサイン色紙や面白お得情報も貼られているので、それらを見ながらラーメンを待ちます。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、わさびも合うんで、はい、わさびで。ありがとうございます。来た。さあ、いよいよサンマ混ぜそばが到着です。こちらのサンマ混ぜそば、核となるのはサンマなどを8時間煮込んだ自家製のサンマジャンということですが、チャーシューやメンマも美味しそう。いやー、混ぜそばを目の前にした時のこのどこから混ぜようと悩むのが至福の時なのですが、まあ今回は本命ど真ん中のサンマジャンからいきましょう。こちらは頭と尻尾を除いたサンマの塩焼きにオリジナルで様々な旨味を加えて作られた、まさに黄金比のジャン。混ぜているだけで香ばしい旨味が漂ってきます。さあ、いただきましょう。おいしい、おいしい。魚介系ということで癖があるのかなと思ったんですけど、このサンマジャンの濃厚で香ばしいんですけど、品のある和の旨味が癖になります。さあ続いてチャーシューいってみます。これも油だしと香ばしさがマッチしておいしい。さあ続いてはおすすめいただいたわさびでの味変。まあこれぐらいですかね。目分ですが好みで入れます。そしてしっかりと混ぜる。さあお味はどうでしょう。え、ちょっと待って、これめっちゃ味変わるよ。わさびを投入することで逆にこれは味があっさりした味わいに変わります。これで後半戦さらに箸が進みますね。完食です。ごちそうさまでした。はい、ということで念願の鈴木さんのですねサンマ混ぜそばいただいてきました。めちゃくちゃうまかった。これはね皆様がおすすめしてくれたのがねよく分かりましたね。そしてさっきですねオーナーさんからお話をお伺いしたんですけども、9月10日に、なんとお店が移転するということなんですが、場所自体はすぐお隣らしくて、多分ここです。今工事中ということなんですけども、おそらくこちらに移転される。今のお店よりはですね、また少し
広くなるということで、お席もね多くなりますから、ぜひぜひ9月以降も鈴木さん新店舗の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ動画への高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。